くくれたらすごいこう楽なんですよ、万々ってくくれるようになったら。こんにちは、モジャンズバーバーショップのみどりです。今日は万々ってどんな髪型かっていうのを、説明していきたいなと思います。よろしくお願いします。万々っていうのは、こんな感じでロングのトップと、アンダーが刈り上がってるっていう感じの髪型です。で、上の髪の毛をこうくくって、まとめてるっていう、そういう髪型なんですけど、ちょっとね、僕も今前万々やってたんですけど、一回切っちゃって、で、また今まだちょっと伸ばしてるんですよ。でも今すごい中途半端な状態で、一番もう最悪な状態ですね。くくれそうだけどなんかくくれきれないっていう、もう、一番ちょっと辛い状態なんですけど、今前髪で、ここですね、この辺りなんで、口つくぐらいだったらちょっと安定してくくれてくるかなって感じなんで、夏の終わりぐらいにはなりそうな感じですね。で、横も結構長さあるんですけど、内側にちょっと短い毛があるので、それがちょっとね、伸びてくるのがちょっと時間かかりそうなんで、やっぱり夏の終わりぐらいに、ちょっと整髪料を使ってちょっと的をくくれるようになるかなっていう感じで、ちょっと期待してるんですけど、それまではこう帽子かぶってなんとかやり過ごしていきたいなと思ってます。はい。万々も、ちょっと前回やってなんでこう一回ちょっと切っちゃったかっていうと、刈り上げの高さがちょっと高すぎたんですよね。で、くくった時に、刈り上げした時はいいんですけど、ちょっと伸びてくると刈り上げが高すぎると、もうなんかこう上に毛が立ってくるんですよね。それがちょっとこうかっこ悪い感じになっちゃうので、今回はちょっとの刈り上げのラインを低めにして、伸ばしていってます。はい。なんで、ちょっと万々今から挑戦される方、刈り上げの高さはね、ちょっとやりすぎない方がいいんじゃないかなと思って、はい、思ってます。と、そうですね、だいたいこう上の毛でこう上の方でこうくくるんですけど、もうちょっと伸びてくると後ろの方でくくれるようになるので、そうなるとまたちょっとこう雰囲気も変わって、ちょっとこうクールな感じになったり、ちょっと雑っていうかこうルーズな感じでくくれたりもするので、伸ばしていくと、くくれるようになってからさらに伸ばしていくと、またちょっとか違った感じでくくれるようになるので、そんなんも、チャレンジしていきたいなと思ってます。はい。本当に前やった時も大変だったんですけど、くくれるようになるまでがね、くくれたらすごいこう楽なんですよ、万々って。くくれるようになったら、そのくくれるようになるまでが大変で、そう、特に直前ぐらいですね、くくれそうだけどくくれないっていうところらへんが、一番辛い、今の状態なんですけど、でもその一番辛いっていう状態になってるってことは、もうちょっとでくくれるっていうサインでもあるので、万々チャレンジしてるけどもうダメだな、夏だしもう切ろうかなって悩んでる方は、もうちょっと我慢して1ヶ月2ヶ月くらいで、かなりくくれるようになるかなと思うので、もうちょっと我慢してもらいたいなと思います。あと僕は結構癖毛とかあるんですけど、ストレートヘアの方とかはくくってる時はいいんですけど、特にこう僕の長さぐらいのちょっとくくれないぐらいとか、くくってない時とかは、やっぱりちょっとストレートヘアだと、ちょっと気持ち悪い感じになりがちなので、ゆるくでもパーマがかかってると、いいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですね。はい。万々結構ファンキーなイメージになったりとか、クールなイメージになったりとか、下ろしてたらほんまにね、ロングヘアのお兄ちゃんみたいな感じになって、
結構かっこいい髪型ではあると思うんで、意外と、横刈り上がってるので結構楽っちゃ楽なんで、うん、ロングヘアちょっとうっとしいなって敬遠してる人も意外とマンバンだったら、トライしやすいんじゃないかなと思います。まあ、刈り上げもまあ僕がやってるみたいな、スキンフェードをやる刈り上げとかしたら、まあ、刈り上げもまたこう表情が出せたりするので、マンバンもまたこうかっこいい感じになるので、まあやってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、今日はこんな感じですね。はい、モジハンズバーバーショップのみどりでした。ピース。マンバン頑張ります。